局独断ベスト10徳田俊一編パート4。はい、ここからは歌謡曲独断ベスト10ということで、ある一人のアーティストにスポットを当て、そのアーティストのシングルディスクグラフィーの中から私斉田翔輝が全く独断と好みによってランキングをつけていくというそういう企画であります。沢田研二ジュリからスタートしまして、慎吾三家の3人、そして、岩崎宏美、太田宏美、そして布施明、佐田雅史と続いてきて作曲家編に移りました。堤恭平編に関しては50曲選ぶというね、長丁場をこなした後、引き続き作曲家編ということで徳田俊一編が始まりました。そして、今回がパート4ということで、全20曲を選んだ今回が最終章です。まあ、いつも言いますけれども、その、とりあえずシングル曲であること、そして、ヒットしていること、オリコンの、まあ、最低50に入ってほしいなと、そして、1アーティストにつき1曲縛りですよということで、まあ、なるべくいろんな作風の曲を、ね、紹介したいということで、20位から6位までをすでに紹介してきました。まあ、徳田先生ね、いつも言いますが、まあ、60年代後半から作曲家デビューをされまして、70年代に活躍し、まあ、スター誕生の、ね、まあ、いた功労者のお一人でありまして、で80年代に入って以降はいわゆるヒット曲メーカーというところから少し離れまして、日本の音楽界の、ね、発展に、ね、まあ、尽力を尽くされまして、現在、文化庁長官にまで上り詰めるというね、まあ、ね、その見るからにエリートで、なんかこう作曲が先生だから、何やったっけな、それぞれの太陽ってアニメが、ね、あって、あれがその歌手、ね、デビューを目指す女の子の物語で、あれに出てくる作曲家先生のモデルは多分徳田俊一だろうというようなね、ちょっとロン毛で男前でシュッとしててっていうね、クールでみたいな、レッツゴーヤングとかにも出てはりましたし、でもまああんまり自分がね、歌ったりとかしないので、やっぱりその元々がその作曲者であると、平尾先生なんかね、まあ、平尾正明とか、まあ、歌歌詞元歌手だってとこあるんですけど、だからまあその前フロあの森田浩一先生もそうですけどね、徳田俊一先生はあんまり前出て歌ったりとかあんまりしなくて、でもバイオリンをやっているので、こう リード楽器というね、そこのまあ理解というか、その素養があって、でクラシックの素養と、アメリカンポップスであったりロックであったり、70年代に流行った、まあ、ソウルとかR&Bとかの、そういうのを全て多分理論的に全部吸収してはるんだと思うんですよ。だから全部ちゃんと譜面に起こすことができると、ね、理論的に全部説明ができるという、まあ、知性派理論派の作曲家の一人ではなかろうかと僕は思うわけですね。でやっぱりライバルである堤恭平先生と一緒に、その日本の歌謡界にいかにそのポップスのね、こう色合いを残しているかみたいなことを、まあ、尽力されているということで、非常に愛されている名曲がたくさん多いです。まずは今までどんな曲を紹介したか駆け足で振り返ってみましょう。20位は田川陽介、ルイルイ。19位は渋谷哲平、ディープ。18位レイジー、赤ずきんちゃん、ご用心。17位は中山千夏、あなたの心に。16位シュリエイコ、白い小鳩。15位少女隊、フォーエバー、ギンガムチェックストーリー。14位は井上順、昨日今日明日。13位は倉田真理子、ハウワンダフル。12位は柏原芳恵、ナンバーワン。11位はフォーリーブス、ブルドッグ。そして前回は10位から5位までを、6位までをやりました。10位は山口百恵、何やったっけな、青い果実、山口百恵は青い果実でやりました。そして9位が麻生陽子、逃避行。8位は桑井智子、私のハートはストップモーション。そして7位が山本リンダ、ジンジン、ちゃうわ、キリキリ舞の方ですね、山本リンダ、キリキリ舞。そして6位が高田水で、花しぐれとなりました。まあバラエティにやっぱり飛んでいるんですけれども、まあ、大体3パターンに分かれそうだなということがありまして、一つは非常にミュージカル風のこうなんかこうな全部がリフみたいなね、全部がいやドラムベースでさえもなんかこう合いの手を入れる役割をするみたいな、分かりやすく言うとね、そういうアレンジだったり、あとはまあやっぱりそのロック的なポップス的なその要素もちゃんとある。そしてやっぱりクラシカルなそのやっぱり綺麗なメロディーね、バイオリンらしい、バイオリニストが作るね、本当にそのこう単音で弾いても綺麗なメロディーっていうね、まあそういうあたりに分かれると思いますが、さあ残り5曲です。どんな曲が入っているでしょうか。皆さんの予想はいかがでしょうか。予想してみてください。もちろんこれは僕の全く独断と好みですのでね、それぞれに、ね、いろいろ意見があると思いますので、
またコメントの中に書いていただけると嬉しいです。それでは早速5位から紹介していきましょう。私斉田翔樹が選んだ戸倉俊一作品5位はこちらです。ジョニーが来たなら伝えてよ、2時間待ってたと割と元気よく出て行ったよと、お酒のついでに話してよ、友達ならそこのところうまく伝えて、ジョニーが来たなら伝えてよ、私は大丈夫、元の踊り子でまた稼げるわ、ねえから陽気にできてるの、友達ならそこのところうまく伝えて、今度のバスで行く、西でも東でも気がつけば寂しげな街ね、この5位はこちら、ペドロ&カプリシアスジョニーへの伝言、1973年3月10日リリースです。ペドロ&カプリシアスにとっては4枚目のシングルですが、まあ、あのデビュー曲わからなさを除くなら、まあ、この曲からというかこの曲の代表曲の一つですよね。で、戸倉俊一先生はこのジョニーへの伝言と続く五万街のマリーへという曲を作っております。まあ、悪友との先生とのコンビですよね。で、これはだから悪友先生案件ですので、悪友先生がまあこの対応、このペドロ&カプリシャスの新生ね、ペドロ&カプリシャスを担当するにあたって、あの非常に気合いの入った歌詞を書きましたと。で、この、ジョニーへの伝言と五番街へのマリエはもうこう、これこそこう落ち着けがたいんですよ。もうどっちがって言えないですよ。どっちも名曲だって。でも強いて言うんなら、もしどっちが好きかと言われたら、まあ、五番街のマリエを好きという人の方が若干多いかなって気はするんですよね。で、それはなぜかというと、この2曲はまあアンサーソングになっているので、ジョニーへの伝言があって、それのアンサーソングとして五番街のマリエがあって、この2曲で 両サイドね、女性サイド男性サイドのその、こうなんていうかこう描かれてて、で、まあ、その五番街のマリーを聞いた後で一つの人生の物語が入ってくる、この二つで深みが出てくるという作りになっているので、だから五番街のマリーの方が深みがあって感動の度合いが高いんですよね。だからまあ完成度とかその好みで言うと五番街のマリーの方が高いんですけれども、純粋に戸倉俊一先生のその仕事で考えるなら、メロディーだけで考えるなら、僕はジョニーへの伝言のメロディーはやっぱりすごいなと思って、これも絶対僕は歌詞先だと思うんですけど、そのジョニーが来たなら伝えてよっていう、これね、ジョニーが来たなら伝えてっていう歌詞に対してメロディーもこれしかないので、ね、ジョニーが来たなら伝えてよ、で2時間待ってたとっていうね、あのドレミファソラシドってこう下から上がっていくあのメロディーとか、でそれに合わせてみんなアレンジがバーッとついてきて、割と元気よくっていうの、あんなこんな、そのなんていうか、その本当にそのミュージカルのようなメロディーなわけですよ。で、そのこういうバラードを作るときに、やっぱりこうなんていうかな、こうややもするとフォークっぽくというか歌謡曲っぽくなってしまうんですよね、日本の土壌でいうと、まだ特に73年ですから。でその時にもうすでにそういうその洋楽の、でもさらに言うとハリウッドっぽいというか、こうそれこそその誰や、ポーランカとか、ああいうね、その
トム・ジョーンズとか、まあ、ああいう人らですよね、あるいはポール・アンカでもいいんですけど、ああいう人たちがこう 歌に合わせて伴奏が全部ついてくるというね。でメロディーもその全ての要素が、クラシックの要素、それからオーソドックスなフォークの要素、そしてそのブルース R&B の要素みたいなものが全部入っていて、そのこうメロディーの半音とか そこの流れだけでちゃんと和声、ね、メロディーハーモニーと情感と伝えられることができる。だからアレンジ もうメロディーに寄り添うだけでいいと。で、リズムとかコード先で作る人は、まあメロディーに変化が なくてもコード進行を変えるだけで色をつけていくという手を使うんですよね。だから後のやっぱ80年代以降の音楽は大体そういう作りのものが多くなってくるので、だからメロディー単曲で聴くとなんかいろいろかっこいいけど、メロディー単音でピアノで弾くとつまらないね、小室哲哉の曲みたいなあんな感じになるんですよ。だからそういうのがないね、そのメロディーだけで。だからバイオリニストがいつも言うようにこうバイオリンで単音で弾くと全然それだけで聴くことができるという、メロディーを書くことができるのはやっぱりそういう資質のある人だけなんですね、さだまさししかり。でそこが堪能できて、ね、そのこう歌詞に寄り添っていって、本当に、まあ、歌手がその歌詞というか歌の主人公がそのまま喋っているように聞こえるというね、もう真骨頂ですよ。だからでこれがあって、これが特に女性側ですから、ちょっとやっぱりエモーショナルな、今でエモく仕上げているわけですよね。一方5番街のマリエはあれ男目線なので、そこをちょっとこう控えめなというか、こう出さないね、秘めた思いみたいなところになるので、メロディー的にはちょっとおとなしめなんですよね。五番街へ行った、もうちょっと淡々とした感じ、日本の家へ行きってね、淡々とした感じが生きるのは、このジョニーへの伝言の物語を知ってるから、でそんなもひっくるめて、ね、ちょっとね、こう大人になった、あるいは年老いた男性がこうとつとつと喋ってるだけで感動を生むというね。だそれもやっぱりそういう、こう全部ひっくるめてちゃんとメロディーも作り分けているというので言うと、このなんかその若さね、その若さとその若さの過ちというか、そういう若気の至りというか、なんかそのちょっとこう激しさであるとか、そういうのがこのメロディーに全部表されているので、これはこの名曲は多分徳良俊一だからこその最高傑作のまあ一つには数えられるでしょうねということで。じゃあなんで、まあ5位かというとこなんですが、まあそこはおいおいということで、5位はペドロ&カブリシャスジョニーへの伝言を選ばせていただきました。続いていきましょう。4位です。4位はこちら。昼下がりは素肌に痛い、缶のビール飲み干すにも日差しが眩しい、ほんの少しまつげ伏せてドゥインクだけ受け止めると、遠くばかりを見てる、サラサラした綺麗な髪溶かし始めて、光のシャワー撒き散らすと花をたまじりさ、指先だけ絡ませたら澄ましたまま僕に熱く、ささやくお前に感じてる赤い爪を空にかざし、僕とお前のシンフォニー、そうさ言葉落とされて迷い込んだよ、 Good vibration、 Good vibration、 Good vibration。 はい、4位は
こちら郷ひろみバイブレーション胸から胸、1978年3月21日リリースです。さあ郷ひろみですよ。で郷ひろみといえば筒美京平なわけでして、でこのね78年77年に金龍記という曲が出まして、あそこで郷ひろみはまあイメージチェンジを成功するわけですよね。でそれの立役者は宇崎竜童なわけですよ。その宇崎竜童がその郷ひろみに対してのロック的な要素をこう与えることができて、でもう一つ特筆するべきなのは、いや郷ひろみって全部自分の色に染めれるんやということで、あの宇崎竜童メールで歌っても全然そんなこと感じさせないことができる力を持った人だというのは改めて分かったんですけど、ね、その妖精ですよね。そのこうワイルドな男の子青年だというイメージで、多分発注があったというかテーマで作られた曲でして、でこれは、まあ、この78年でいうとその徳良新選の中で、まあ、あのピンクレディの例えば UFO と同じシャッフルね、あのシャッフルビートの曲なんですけど、ね、でもあんまり UFO っぽくないでしょ。でそれは、まあ、一つね、これアレンジが船山元樹先生なので、あの徳良先生がよくやるそのこうあのこう仕掛けというか合いの手というかが多いアレンジではなくって、もうリズムをガーッと押してってるとダダ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 ダっていうので、非常にロック的な良さが出て、ね、アレンジがしてなされていて、まあ、それどこまでその、ね、徳良先生が、まあ、指示をしたのかどうか分かんないですけど、その船山先生はやっぱロックの、ね、ジュリーとかも作ってますから、そのロックのアレンジができるので、そのロック的なことを出す、そしてその遊びの部分をね、徳良先生がこうちょっと入れてしまうような、あの遊びなもも一切なく、一切なくしていって、本当に剛速球だけで作った曲っていうね。あ、だから本当にそのこれが意外とそのこう少ないというか、だからその中、その徳良先生の持つロック的なものが出た曲としての一つの最高傑作というか、だから全然そういう意味で言うと堤先生と張り合うと、まあ別に張り合う必要はないんですけど、ところがあってね、これはその、まあ、僕自身この曲がすごく好きで、なんか かっこいい曲だなと思ったし、その、郷ひろみの良さも引き出せているし、徳良先生の持つそういうこう、疾走感がありながらちゃんとねメロディーがキャッチーなにできているというね、ですぐに歌えるというね、こうテレビで一回聞いたらもう「シグバイブレカラクリとは知らず」ってちゃんと全部歌えるというね、いうところでこのね、まあ、この辺からも僕の好みが入ってますけど、だから、まあ、ハリウッドスキャンダルなんですけど、まあ、はっきり言えば郷ひろみで徳良俊一作品といえばハリウッドスキャンダルに決まってるわけですけれども、まああれについてはやっぱり徳良先生の色がちょっと 強すぎるというか。ね、もうあれは語るまでもなくっていうところがあるので、まあ、あえてこのバイブレーションを選びました。さあ続いていきましょう。いよいよ残り3曲です。3位はこの曲です。バスを降りれば唐松林、日よけの降りた白いレストラン、秋の避暑地で出会う人はみんな、なぜか目を伏せて、なぜか目を伏せ歩きます。コスモスの花は今でも咲いていますか。あの日の二人をまだあなたは覚えてますか。愛されなくても最後まで望みを捨てずにいたかった。君は越後へ
で行く北の道、左は木曽まで行く長線路、続いてるコスモスの道が。はい、3位はこちら、コスモス街道狩人ですね。1977年8月25日リリースです。狩人にとっては2枚目のシングルです。まあ別にね、いや気をてらったわけじゃないんですよ。そら、まあ、あずさ2号ですよ、それはって言って。で、あずさ2号に関して言うなら、もうあれは、まあ、徳良先生の最高傑作やし、もちろんね、まあ、日本の歌謡史に残る凄まじい名曲なわけですよ、あずさ2号なんて。で、あれ、あんなもんね、あんな誰も作らないね、あんな、なんやろ、こう、高カロリーな曲ね、言うたらポップス歌手のそのシングルのためにっていうぐらいのエネルギーの注ぎ方なわけですね。で、それはおそらくそのカリードという歌手がいて、まあその、まあ、多分その育てるね、指導、歌唱指導とかもやってて、で、徳良俊一先生が多分すごい思い入れがあって、うわ、この子らすごいと、絶対売ってやろう、ね、この子らの能力を全部引き出してやろうみたいなぐらいの思いがあって、で、モテる全てのテクニックとセンスとの注ぎ込んで作ったわけだ、あずさ2号って。本当にもうあれはアレンジもそうなので、あのメロディーで2人のハーモニーも考えつつ、メロディーがドラマチックで、もちろんで、アレンジもあんだけ豪華なアレンジで、あの本当に1曲だけでその映画1本見たぐらいの、作品を作り上げて、当然ヒットするということで、で問題はその次2曲目どうするとなった時に、いや渾身の力を振り絞って作った曲で、その次ってやっぱり大変で、普通っていうか、まあ逃げるという手もあると、もっと軽い曲でいこうよっていう風な逃げるという手もあるし、仮に同じね路線で行ったとしても絶対落ちるはずなんですよね。え、その時に徳良先生は真っ向から2番煎じを行こうと、でそのあずさ2号を下敷きにして、同じ方法論によってもう一曲作るね。しかも、まあ、超えたとまではいかずと、もうこんだけ引けを取らない曲を作り上げると。でこれね、その作詞、まあ、リュウマチコ先生なんですけどね、リュウマチコ先生ってやっぱりどっちかといえば、曲先のメロディに対して後から詞を書くということの方が多いタイプの、だからロックとかポップスに強いタイプの作詞家なんですよね。であんまりこんな詞を書くってイメージあんまないんですけど、だからこれ詞先か曲先かっていうのは非常に分かりにくいんですよね。だから多分やっぱりモチーフとしてそういうドラマチックな曲のメロディーが大枠作っておいて、で歌詞をこうはめていきながらさらに修正していったみたいな作り方じゃなかろうかと思うんですよね。だから本当にすごい完成度の高い曲になってくると、そのもうなんていうか、すごい手品と一緒で、種がわからないと、おそらくはね、そのみんなが知っているようなテクニックの組み合わせないけれども、プロが見てもその種がわからないマジックってあるわけですよね。そんな感じですよ。もうどうないしたらこんな曲ができるのかが頭ではわかるけど作れないみたいなね。だからそのあずさ2号は名曲だって、でこれはもう最高傑作だし、もう徳良俊一といえばあずさ2号で全然いいんですけど、そのあえて僕はその2つ目同じ仕事を立て続けにやってのけだと、だ2年連続 M1 で優勝したみたいな感じですよ。でそんなことをしてのけて、でやっぱりね、そのこのコスモス街道好きって人も多分絶対多いと思うんですよ。右は越後へ行くって、あの下りとかね、いやどんな、そんなこと思いつくみたいな、であんとこまで作り上げるみたいなね。だからまあちょっとすごすぎて、じゃあなんで1位にせえへんのかって話ですよ。全然1位でいいんですけど、まあだからこれが実質はね、徳良俊一先生という作曲家の、徳良俊一という作曲家の中ではこれが文句なく1位なんですけど、こっからあと上位2曲は僕の個人的な思い入れを足してみました。はい。だからちょっとね、皆さんの予想とは大きくずれると思いますので、まあそこはご承知おきの上で残り2曲を楽しんでいただきたいと思います。それでは行きましょう。私、斉田翔樹が選ぶ徳良俊一ナンバー2位に選んだのはこちらです。いけないヒットレッドいいっていつもこの頭をなでる、叱られていても僕はなぜかうっとりしてし
しまうあなたは先生。授業している時も僕はただ見つめてるだけ。魔法にかかったように昼も夢見ている気分。あなたは先生。こちらフィンガー5個人授業、1973年8月25日リリースです。フィンガー5にとっては、まあ、2枚目のシングルなんですが、デビューシングルは、まあ、ちょっとレコード会社も違うので、実質的な新生フィンガー5というか、まあ、フィンガー5のデビュー曲はこれなんですよ。もうこれをね、僕は子供の頃に聞いて、なんてかっこいい曲なんだと思ったわけですよね。で、まあ、これ6歳とか7歳とかの頃なんで、ね、なんかロックとか何もわからないんですけど、この感じね、やっぱりすごい受けて、だからずっとその後に僕はロックとかブルース的なものが好きになるきっかけになった曲の一つなんですよね。で、これはそのフィンガー5というそんな沖縄出身の5人組を、その本当にジャクソン5というのをモチーフにして振り出そうということで、そのまあ企画ありきで、ね、所先生のところに発注が来て、ね、こういうで、あのこの当時、後になって言うと、こんな感じの曲が、例えば井上大輔さんね、井上大輔先生か、堤先生か、になると思うんですよね。とから新生になるんですけど、実質、この73年の段階で、こんな曲が書ける可能性があったのは、とくら新先生だけなんですよね、おそらく。で、多分その堤先生も、井上大輔先生も、その頃はまだここまでの、攻めたロック調の曲というのは多分作ってなかったので、だからそれを徳倉先生もそんなにやってなかったのを、多分この辺の時にめっちゃ研究しちゃったと思うんですよね。洋楽とかいろんなの聞いて、でこういうそので BPM も速い、テンポも速くて、でで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 でっていうね、あのエレキギターがこうガーッと響いてて、でメロディーの中にちゃんとね、ブルースブルーノートがずっと通っててっていうのは、あのそういうこう聞いて育った人じゃなければ作れないものを作るためには、頭で理解する必要があるわけですよね。どうやればアイロックになるのかとか、こういうブルース的なニュアンスになるのかっていうのをちゃんと分析できる人じゃないと当時作れなかったわけですよ。素養がないので、日本のまだね、歌謡界には、という意味で言うと、その先駆けであるというのはこの曲の、73年のこの曲にあると。で、あの所新先生はこれを作ってヒットして、なのでこの一つの手法を自分のポケットに入れておいて、その先の郷ひろみのバイブレーションとか、ピンクレディの UFO とか、ああいうところにこうね、そのこう活用していくわけですよね。だから堤先生も、例えば、のうちごろの真夏の夜の夢とかね、よく対応する、ね、後に対応しはるんですけど、河合直子のコントロールとか、アンバランスか、じゃあ、エスカレーションやとかね。でもまあ、実は日本におけるこういう、こう、シャッフルビートの速いロック調の曲というのは、やっぱり所先生が最初にこうね、こう、手をつけたというか、完成させたというところがあるんじゃないかなということで、これがあったからこそ、ね、当時聴いてる人はそのことわからないので、やっぱりまだ、いまだかつて見たことがない、ね、そのね、アイドル的なあの子たちなのに、そのロック的なこうエモーションがあるわけですよね。
カタルシスがあるバンドで、当時のグループサウンズもね解散しましたが、そのグループサウンズとかにもそういうところはなくなってて、まあちょっとねムード歌謡っぽくなってきた、なんかちょっとこう甘ったるい感じにねなんか流れていった中でこの曲が出てきた衝撃ね、まあすごく大きかったなと思うんですよね。でこれでそのまあ購入ダイヤル67はこれは井上大輔先生ですよね当時井上太郎さんですけど、で、がその井上太郎先生が引き継ぐときにやっぱりこう、この楽器、その個人事業のこのここがあるので、これを超えるそのロックンロール魂ね、ファンキーな要素がいるというのがこうハードルが上がったので、後のこの恋のダイヤル67とか学園天国とか恋のアメリカンフットボールとかができてきたというね流れがあって、そこをやっぱりその最初にその、そこを作ったというね一つの基準を、これを超えるんだよというね、そういう意味で言うとその歴史的な意義も大きいし、徳良先生の若さ、ね、当時まだそんなにだから逆に言うとそのいろんな、ね、さっきも言いましたこう遊び的な要素を入れるまだ余裕がない頃なので、本当にストレート一本勝負で作ったというね、そこが全部あって、大きな影響を日本の実は歌謡史に与えたと僕は思うんですけどね。で僕の個人的に印象に残っている好きな曲ということで2位に選びました。フィンガーファイブ個人授業でした。ということで残り1曲です。もう分かると思うんですよね、あそこだと。ただどの曲かっていう話ですよね。もうこれも先に言っておきますと、もうどれも共通つけがたいです。なので僕の個人的な好みでいきたいと思います。私田枝翔輝が選ぶ徳良俊一作品1位に選んだのはこのナンバーだ。渚のシンドバッド、ここかと思えばまたまたあちら、浮気な人ね、サーフィンボート小脇に抱え、美女から美女へ、ビキニがとってもお似合いですと刀の台でちょいとお渚のシンドバッド、1977年6月10日リリースです。こんだけ売れてね、こんだけこう堪能できるなんかこう展開があって、でなおかつたったの2分30秒なんですよ。信じられます？そんなことある？何の魔法、何の手品って感じですよね。ちゃんとイントロもあって A メロもあって B メロもあってサビもあってね、なんで2分30秒なんて感じで、そんなむちゃくちゃテンポも速いわけでもないわけですよ。パンクロックみたいなこともないですよ。
どんなマジックやねんって感じですよね。これこそがポップスのお手本であると思うわけですよね。まあ今この流れでね聞いていただいた方にはね、お分かりだと思うんですけど、まず選手やったかな、紹介しましたその、山本リンダね、まあ、山本リンダがおそらくピンクレディーの作る上でのプロ下敷きになったと思うんですよね。でそこからやっていって、その、まあ、ペッパーケーブルとかカルメンとか、まあ、作っていく中で、だからあれで、でだから僕が紹介しましたキリキリ舞がこの渚のシンドバッドのベースになっているんだというのももう分かると思うんですよ。であの時にやったそのこう非常に軽快な軽いねキャンディーポップスというかを作ったというのが土台にあって、それを発展させてさらにちょっとエンタメ性を足しやったと。でもそのこの段階ではそんなやりすぎてないわけですよね。もう本当にそのこうね、あのもう本当にあの無駄のない必要なものだけで作り上げた感じで、ね、ノリも一切ねあんまりこうフレなんかこうフックを対応してノリを損なうこともなく、やっているので、いやーだからこれどうなんでしょうね。この時にそのペッパーケーブ でカルメン77があって、SOS があって、ね、カルメン77があって渚のシティバトでしょ。だからまあ交互ですよね。あのペッパー系はそこそこ売れましたね。軽く SOS で軽い曲を一旦入れておいて、これが思いのほか売れましたと。ほんでカルメン77でちょっとこう情熱的な曲を攻めていって、で渚のシットンバットでも売れたので、ああもう何しても売れるっていうね。でこの後ボンテッドに来るわけですけど、 UFO とかに来るので、だからまあこの辺りこの渚のシンドバットが挟んだか挟んでないかによってのピンクレディのイメージが大きく変わったと思うんです。でこれを歌ってるピンクレディやっぱりめっちゃ可愛かったじゃないですか。あの適度にねお姉さんで、だからその当時ね、こうライバルというかね、言うたその新中3トリオとか岩崎宏美とかあの辺はいわゆる同期やけど年はだいぶ下じゃないですか。でやっぱりちょっと年上のもうね、あの高校卒業してるお姉さんのお姉さんらしいちょっと大人っぽさと、でもなんかねまだこう あどけなさというかその可愛らしさねとか相まって、もうそらこれをの歌ってるピンクレディを好きにならない人はいないぐらいのね、うん、だからそこをその本当に過不足やっぱり何べんも言いますが、だからあのそう徳倉俊一先生の曲ってだから長くないんですよ。それも本当に不思議で、さっきのねコスモス街道ですら4分20秒ですよ。だから本当に5分超えの曲なんかないんですよ。であれだけのことをガッと詰め込めるっていうのはちょっと波は大抵やっぱりそれは音楽のことを知り尽くしていて、その楽器のことを知り尽くしていて、全部譜面が欠けて、その無駄な手数を踏む必要がない、試行錯誤しなくていいみたいな、息をするようにベッと譜面が欠ける人じゃないとあんなことはできないので、そこがねやっぱりすごいなというのを改めて感じましたし、その日本中の人とポップスのお手本ね、のやっぱり後のそのアイドルポップスというものを、あるいはアイドルじゃなくてもいいんですけど、ポップスを作る人の、まあ、最終のお手本がこの渚のシンドバッドに僕はあるんじゃないかなと。これ聞いてどれだけウキウキしたかというね、まあ、これとそのキャンディーズの処置を見合い申し上げますと、どっちもこうつけがたいその夏のポップスの最高傑作ですよね。だからまあその所先生の中では、まあ、僕の個人的な思い入れもあって、このピンクレディの渚のシンドバッドを選ばせていただきました。だからまあね、本当にそのこうバラエティに富みながら、まあ僕の個人やっぱ基準であるところもね、やっぱりその常に僕が こだわっているその、シンプルさ、無駄のなさっていうところがね、まあもちろんやっぱりビートルズとか聞いてたからっていうのはあると思うんですよね。なので非常にいい仕事ぶりを楽しませていただき、改めて楽しませていただきました。ただまあその80年代以降大きなヒットがないというのはそういう作り方ではなくなって、80年代以降はまあ先にリズムありき、コード進行ありきという作り方になるので、徳倉先生のようにメロディーに合わせてリズムを作っていくっていうものでは、まあ言うたらまあ踊れないというか、ちょっとこうごちゃごちゃしすぎってなってきたんですよ。もっと80年代一気に音楽がシンプルになる事情があってね、
でパンクロックとかニューウェーブとか入ってくるので、あの戸倉先生のようなちょっと作り方はそのちょっとこう時代にそぐわなくなって、で堤先生はそこをねやっぱり対応できたのはもともとがリズム重視で聴いてきたからだというのがあるんですけどね。でもまあその今の J-POP というかやっぱりこうちゃんとこう音楽理論を勉強している方が若い子でも増えてきているので、あのそういうちょっと凝ったアレンジをする人も非常に多いんですけど、まあ僕からすると全部無駄が多いなと思うことが多いわけですよね。そうだからちょっと高コレステロールみたいなところがあってね。だからそういう意味で言うと戸倉先生のヒット曲をこうもう一回皆さんがこう特にねそういう音楽を作曲を勉強している人がアレンジを勉強している人が研究するね、その非常に価値はあるんじゃないかなとこう思ったりもしております。まあそんなことを抜きにしてもね、こう非常に楽しむあいいね、なんかこうあいい曲聴いたな、楽しかったなと思えるんで、こうカラオケで、ね、歌ってもみんなが楽しめる曲というね、エンタメ性にあふれた戸倉先生の作曲群を作品を紹介させていただきました。また皆さんの、ね、感想などもお聞かせください。コメント欄などよろしくお願いします。そして、まだの方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。さあ次はねどんな企画になるでしょうか、楽しみにしていてください。あ、それから一つお知らせです。それ忘れんとこ、8月の5日の土曜日に第2回の生放送ね、何や夏メロレトソン、生リクワイドねをまたやりたいと思いますので、またあるのでご視聴していただきます。それではさよなら。目が開きながら歌っていく声伝わる。